石田あさみのマッチングハート、イエーイ皆さんこんにちは、石田あさみです。この番組は日頃のハッピーをお届けする番組となっています。今日はなんとなんとスペシャルゲストに来てもらっています。最高選、ちょっと待って噛んじゃった、練習したのに最高位戦日本プロ麻雀協会 M リーグ赤坂ドリブンズに所属しています。マリアマもうめっちゃ全然違うとこでさマリアマカナコプロに来てもらってます。よろしくお願いします。マリアマカナコです。よろしくお願いします。マルちゃんですね、通称マルちゃんです、はいはい、マルコです。マルコです。どうですかこの空気。はい、なんか緊張します。ラジオって今まで やったことないんで、うんうんうん、初めてなんで、うんうん、なのにこんな人いてそうそう、ね、お手柔らかに。そうしかもミスったとこも完全に見られてるからかいきなりね、そう、何回もミスった。そうそうそう、あんなね後ろではね余裕とか言ってね2人やるから大丈夫だよとか言ったのにすごい今日は緊張してますが最後までいけるかね、ちょっと心配だけど大丈夫頑張ろうか。楽しくいこう、行こう、ね、しかも夕刊フジもね、そうこの公開収録の前にあったんで、これ負けたらすごいどんよりな空気で、ね、話すことなくなる、ね、そうそう、話すことなんか夕刊フジのトークしてくださいってなっても、うん、すごいどんよりしちゃうからどうしようって ね、うん、ね、勝つしかないみたいな、ね、勝つしかないと思って余計勝つしかないってなってここにねハッピーな気分で、ね、これって本当に良かったね。もう個人も勝ち上がったしね、やりました、ね、みんなね、で続きはねまたこの後ちょっと喋っていこうと思うので皆さん今日は一日よろしくお願いします。お願いします。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。もしくはですねハッシュタグチビラジオをつけてツイートしてもらったりとかリプでも OK ですので皆さんどしどし送ってくださいね。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石田あさみのマッチングハート、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。はい、 OK です。危ねーこれが噛むんだよ。お便りコーナー、効果音が入りました、はい、このコーナーは、皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーとなっています。今日はまるちゃんに一緒に聞いてもらってお便りについてちょっとトークしてもらえたらと思うのでお願いします。はい、お願いします。ではでは順番にいきましょうか。はい、ラジオネームちゃんともさんからいただきました、ありがとうございます。自分の卒業の思い出は高校の時の卒業式に仲のいい仲間の喉ほとんどほとんど体調不良で欠席で卒業証書を届けに各お宅を訪問したこと今回ね卒業のエピソードちょっと聞いたのでうんうん、うん、すごいね2人の悲しみだ ね悲しいよねせっかく最後の日なのにみんななんかバラバラに届けに行くみたいな感じになってるんですけど、で2人の面白いエピソードのあったら聞きたいですってことなんですけど、うんうん、卒業 の、はい、あのメッセージまだ他にもいただいてて、これかな、あった、ラジオネームジャスミンさんからいただきました。うんうん、朝ちびさん、そしてゲストのまるちゃん、こんにち こんにちは。テーマ卒業は新生活の思い出についてメールします。高校の時の話です。当時私は同じクラスに好きだった人がいました。おお、何回かグループで遊びに行ったりしたことはあったのですが、二人きりでどこかに出かけたことはなく卒業のシーズンが来てしまいました。なんか悲しいやつだね、ドラマ、悲しいね、ドラマっぽいね、うんうん、来てしまいました。青春っぽい。でもうちの学校は卒業式の高学年全員で記念撮影があり、その後各自解散という流れだったので撮影の時が最後のタイミングだと思い必死に彼女を探したのですが、学年全体の撮影ということで人がごった返していてついに見つけることはできませんでした。そうなの、悲しい、悲しみだ。結局思いを伝えることはできず、今でも卒業の時期になるとあの時見つけていれば、そしてダメでも思いを伝えていればと考えてしまいます。お二人は学生の時のエピソードなどありますか？これからも応援していますと二人からでいただいたんですけども、なんか
ドラマだねこれは。甘酸っぱい、ね、思い出だね。卒業の思い出ないからないから。まるちゃんある卒業なんか。面白いかは分かんないんですけど、うんうんうん、なんか青春っぽいなっていうエピソードが、うん、今のねこれ青春っぽかったもんね。ちょっとあって、うんうんうん、なんか私の中学校の時、うん、中学校制服がなかったんですけど、はいはいはい、ないって珍しいね。珍しい。ないとかあります？え、ない人いた？制服じゃなかった人ちょっと手挙げてください。あ、いらっしゃる。でもでもやっぱ大体制服あって、うんうんうん、なんかよく、ね、制服のボタンとか、うん、そうね、第二ボタンとかよく言うよね。でもボタンはないもんね。ないもんね。服のボタンぶちっとかできないから。私服だからね。そうそう。だからあの私の学校は、うん、こう好きな人とか、うん、その憧れの先輩とか、あの名札、はいはい、名札をもらいに行くっていう文化がありまして。ありまして。そうでね、私中学校1年生の時にすごいこの人かっこいいって先輩がいたんですよ。うん、卒業しちゃうね、もう。そうで、その人中3で、うん、はあ卒業しちゃうよと思って、ちょっとどうしようと思って、うん、でもね、もう二度と会う会わないかもしれないから、ね、なんか何玉砕しても二度と会わないかもしれないから、うん、とりあえず行ってみようと思っていいかみたいな、ね、そう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 、うん、とりあえずアタックしてみようと思って、うん、なんかラブとかそういうわけじゃなく憧れみたいな、ね、憧れ的な、うん、でめっちゃかっこいいと思って、うん、ちょっと名札もらいに行っちゃおうと思って、うんうん、行っちゃおうと思って行ったんですよ。どうだ、ん、った、いやめっちゃ緊張した、うん、だってさ緊張するでしょ、名札くださいとかさ、しかもさ中学校の時のそういう先輩だもんね、憧れの。そう、そう、余計なんかさ今ってさ年2個上とか、ね、関係ないけど、ね、当時はもう当時ってなんかすごい大人に見えるよ ね、すごい離れてるように見えるから。そうそう、でさドキドキしながらさ、ね、もらいに行ってさ、うん、名札もらってさ、やったもらっちゃったとかやって友達にね自慢したのか、うん、思い出。すごいなんかその時はさ、うん、すごいテンションだよねきっとね。もうもらった瞬間と友達に報告しに行った時のテンションはすごかっただろうね。でも後になってなんかこれどうしたらいいんだろうってなるよね。そう、ね、そうなので、今そんなどこ行ったか分かんない。どこ行ったか分かりません。そう、まるちゃんにね名札をくれた先輩ごめんなさい、ごめんなさい。すいませんということでね、はい、はい、卒業、うん、いろんな思いと思うんですけどね、うん、私はあんまりないな、うん、でもそんぐらいかな、なんかこうエピソードとして、ね、そうエピソードとしてあるのは ね、 なんかね、仲いいこと写真撮ったりとか、うんね、なんかさ何あった、ね、アルバムのさ、ね、そう寄せ書きじゃないかな、かくかく後ろの部分になんかね、そうそうそう、懐かしい、頑張ってねみたいな。そうそうそう、あった。でもね、うちらの学校はすごい仲良くて、うんうん、卒業した後とかもクラス全員で旅行行ったりとか。仲良すぎ。すごい仲良くて、修学旅行パート2みたいな感じ、ね、そうそう、パート2みたいな感じでみんなでバスを貸し切って、うんうん、みんなで旅行に行くみたいなのを年一やってて、でもだん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 こう大人になっていくにつれて、みんなの予定が合わないから、うん、なんかいつか急になくなったんだけど、うん、でもすごいめっちゃいいじゃん、超楽しいね。すごい仲良くてやってました、だから卒業っていう感覚があんまりないかも。そうかそうかそうか、それからもつながってたから。いいねいいね。そうそうそう、そんな感じです。はい、お便りいただきありがとうございました。ありがとうございます。続いて紹介していきましょうかね、ラジオネームキュイーンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、キュイーンです。あのキュイーンですよ。そうですね、キュイーンさんありがとうございます。朝ちび元気ですか。プリマヒット4連覇できました、イエーイ。どうや、これはですね、選挙ですね、マジャファイトクラブの選挙で、あの私のヒット1位の方ですね。すごい、4連覇されてます。4連覇されてます、おめでとうございます。、はい、さて公開収録ということでなんだかハッピーそうなのでコメントしました。今日の相方のちびまる子さん、ちびまる子じゃない、まる子さんは小さい子なので大好きです。小さい人タイプなんです。ありがとうございます。陰ながら応援しますね。朝ちびの前で他のプロを応援していくスタイル笑いって書いてます。ではでは、せっかくなので麻雀のことをコメントします。お二人は麻雀をしていて一番楽しいな、気持ちいいなと思う瞬間っていつですか。うん、私は最近前屈が趣味くらいに、前屈することと先制リーチに重きを置いています、うんうん、なので愚形リーチをドヤ顔で積もった時が最近では一番気持ちいい瞬間かなと思っています、うんうん、お二人はプロなのでプロとしての意識とかファンへの見え方とかいろいろ考えることあると思いますが、うん、個人的でいいので麻雀やってる最中で楽しい、気持ちいいと思う瞬間を意見聞かせてくれたら嬉しいです。ではまた、ということでお便りいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どう、これ多分人によって全然その、うん、麻雀してて一番あ楽しいなとかよしみたいな瞬間って全然違うと思うんだよね。確かに、多分ね、うち多分人と一緒にならないと思う。だからまるちゃん、私はね、
いやなんか結構楽しい瞬間って、うん、なんかこれだけって一個じゃなくていっぱいあるんだけど、うんうん、まずはトップ取った時ね、うん、それはそうだね、それはめっちゃ気持ちいいじゃん、めっちゃ楽しいじゃん、うんうんうん、よっしゃみたいなね。そう、あとはね、その普段こういろんな勉強とかしてて、うんうんうん、例えばさ相手の手配を読んでそれを選択に入れて、その選択がさマッチした時、ね、そうだね、気持ちいいと思って、いい、それがね本当になんかこう今までの、ね、やってきたことがさ結びついた感じがして、それが結構、ね、つながったみたいな、そう、それがね本当にね楽しいなって私は思います。あさみさんは？私もねちょっと似てる、どちらかというとトップ取ったりとか、うんうん、上がった時じゃなくて、うん、折り切った時の方が、おあの守備型なんで、うんうん、やっぱりあの当たり牌でやめたとか、うんうんうん、こう転敗してるけど、うん、こう押し引きでここは行ったらまずいなっていう局面で、うんうんうん、当たり牌だけピチッとやめれた時っていうのは、おあのうまくハマったなっていう感じで、手配開けられた時に、あよしよしみたいな、そう、あるね、うまく、ね、うん、やっぱ自分のいいところはここだなって思いながらやってると、うんうんうん、あ よく我慢したなって、うんうんうん、楽しいなとはちょっと違う、ね、でもね、なんかこう充実感だよね、そう、充実感、やったぞみたいなね、うん、本当にね、それはそれこそね、この前の夕刊フジとかでも最終戦、あ、ね、言ってたね、吐きそうになりながら、本当初めてじゃないけど久しぶりに涙出そうになりながら打ってて、トンバはまだ余裕あった、結構100ポイント差ぐらいあって、でも100ポイントってトップラスで、うんうん、もう着順できちゃうと、うんうん、ソテーもついちゃうんで結構怪しくて、うん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 、で他の2人が目なしになってくると上がらないっていう状況なんで、結構きつくて、で報酬ないのにトップラスできて、しかも8000点ぐらいになっちゃってたから、いやこれやばいねみたいな、やばいねみたいになってきて、でもいや合ってる大丈夫って自分に言い聞かせて、さすがにここの押し引きは間違ってないって言い聞かせて半周終わりました。でも残り半周残って長いと思って、だんだんまるちゃんとオカピーの顔が浮かんできて、本当に負けられないと思って、いや今日は勝たなくていいと、勝つんじゃなくてその確実に通過することが最大の目標だから、そのマイナスでも構わないから通過できるっていうのがあって、もうオーラスまでしびれる感じ、もうずっとで、オーラスね、相手の親番が連チャンになっちゃうわけね、もうみんな上がらないから、だからどっかで腹くくっていくしかないけど、一歩間違うともう追いつかなくなっちゃうから、直撃はね死ぬもんね。だから最後親のリーチに押し切って上がった時はマルチェオカフィーみたいな叫びそうになって、そうだよ、ね、どこいるみたいな通過したよみたいな感じで、ギャラリーもいたのよ。あ、そうなんかね、終わった人たちってこと？いや、なんかね、こうカメラマンももちろんいたし、スタッフさん、そう、運営のポイントとかやってくれてる人がさすがにしびれる展開だから、うん、もうずっと後ろで見てて持ってくるたんびにこれ当たり牌かもしんないみたいな、うん、こういや入れ替えるどっちがいいかなみたいなのをずっとやってたから、後ろパッて見て、いや、まるちゃんとオカピじゃないみたいな、喋、うん、っちゃダメだと思って、うん、もう速攻ね、2人に電話して、うんうん、そうだね、通過したよみたいな、そうそうそう、そう、やっぱそういうのがなんか麻雀してて、うんうん、すごい嬉しいというか、うんうんうん、気持ちいいというかね、うんうん、なんかあんまないもんね、こんな感覚ね、ないね。そのやっぱなんかこう、その今あさみさんが言ってたのって、夕刊フジの通過をかけた最終戦だったんですよ、ね、そうだよね、もう、だからもうこれで勝ったら通過だ し、負けたらもうここで団体戦今年終わりみたいな、もうその最後の ねもうなんか正念場みたいなところで、あの私とオカピーの個人戦のポイントとかも加味してあさみさんが言ってくれたんですけど、ね、もう本当ありがとう。いや、もうこちらこそありがとう。もう2人の貯金がむしろあの戦いの幅を増やしてくれたと思って、その技術をもう最大限に生かして戦おうって思ってたんで、うんうん、もう2人には感謝です。うちらはもう鉄壁だから大丈夫って、そう今だからオカピ多分言ってんだろうなと思いながら、そうよしやりきったっていう感じですかね、うんうん、なんでキュウインさんのこのメッセージにはある通りね、楽しいなとか気持ちいいなって感じる瞬間はそういうなんかギリギリのね、そうあるのとかを、ね、突破した時っていうのが、うん、めっちゃいい、はい、嬉しいです。ありがとうございます。前半のメッセージはこれぐらいだったかな、うん、まだ大丈夫かな、ね、あ、ちょっとギリギリですね。じゃあ後半に行きましょうか、はい、ちょっとうちらが喋りすぎたね、ちょっと楽しくなってはい、ありがとうございます。以上、お便りのコーナーでした。今月のあさちびランキング、
ですね、テーマに沿ってランキングを紹介していくコーナーとなっています。今日はね、せっかくまるちゃんもいるってことなので、はい、好きな麻雀役ランキングベスト3を紹介していこうかなと思います。はい、じゃあまるちゃんお願いします。まず第3位、第3位、うん、リーチ。リーチでもね、昔は1位だったんだよリーチが。でもある、一時ちゃんと覚えたばっかの時とかってリーチが1位なんだよね。そう、いや、今なりリーチ1番の人多分結構いると思う。リーチ1位の人いますか？いない。あ、いた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 。よかった、よかった、よかった。うんうんうん、ね、リーチ ね、はいはいはい。まあ、あの麻雀知らない方、この聞いてくれてる方でいると思うんですけど、うん、リーチっていうのはもう役が、ね、麻雀って役がないと上がれないんですけど、はい、役がない時でもリーチをすれば上がれるというね、魔法の言葉、ね、魔法の言葉。そうだから覚えた当初、最初、うん、使いまくるよ ね、リーチをね。やっぱ覚えたての頃はリーチを使ってそこから覚えていくって感じですかね、うんうんうん、それが第3位。そう、うん、はい、続きまして第2位、はい、タンヤオです、ね、ちょっと待って、地味今多分聞いてる人みんな地味じゃないみたいな、嘘みたいな感じか。いや、タンヤオって超万能な、うん、あ、まあね、役じゃないですか。どうしても上がりたい曲とかね。そう、うんうんうん、で、あのほら、打点を追う時って、うん、リーチプラスイーハンを目指すじゃないですか。ね、まあね、うん、出て5に積もって万がぐらいのベースをね、そうそうそう、ベースで打っていくときに、うんうん、タンヤオって本当に万能なんですよねえねえとねえそう、タンヤオだと街が良くなる確率も高いからね。そう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 、やっぱり、うん、そう、手役は好きなんですけど、やっぱこう勝つために上がったときに必要な役だけど、うんうん、なんかすごい現実的な感じなんですけど、現実はね、上がりやすさみたいなね、そうそうそう、うん、現実的な感じなんですけど、2位がタンヤオ、2位がね、タンヤオランキングがね、こうちょっと地味な感じになってますけど、そう、 地味ランキングになってるけど、はい、リーチ、タンヤオ1位は、そう、流行る1位はじゃ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 ん、本一です。ちょっと待って、みんなちょっと笑い方してないから、本一1位の人いますか？ちなみにいるじゃん。でもさ、ちょっと1人しかいないし、本一なら陳一でいいじゃねえかよみたいな、多分みんないや、分かってないな、ね、本一はもう超万能なんですよ。いや、万能しか言わないね。そう、あのね、何がいいって、うん、本一はね、うん、まず仕掛けられること、あ、そうね、役配とか、そう、役配とか、ね、守備にもいけるってことね、守備にも、うん、で、本一をされた側に立場に立ってもらうとされた立場も分かった、あの、ちょっと思うと思うんですけど、うん、やりづらいなって思うと思うんですよ。まあね、その色は切りづらくなるというかね。そう、うん、そう、で、これ役がはっきりしてることによって、うん、この見え見えの本一にこっから打ったらどうしようとか、うん、その打ってる側へのプレッシャーを与えるんですよ、まあ、ね、かかるからね。だから、うん、その上がった時にまあまあ中打点から高打点ある、うん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 、で、上がらなくても守備力が自敗を持てるから高い、うん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 、で、その全然上がれないとしても周りからしたら悪いのか分かんないから、まあ、ちょっとプレッシャーをね、圧力もかけられるって、はいはい、もうなんて万能な役なんだとテレビショッピングかな皆さんも本一活用してくださいあの、すごいね、私大好きになって、昔はそんなに本一本一って思ってなかったんだけど、リーチってだもんね、そうそうそう、うん、今はね、本当に本一大好きになりました。まるちゃん本一か、うん、そうなの、見てくださいね、映像見たら本一ばっかやってるかもしれないそうそうそう多分分かりやすく結構本一見てるから本一好きだなーって、本一ばっかやってんなーっ って確かにね、夕刊フジのなんか配信でもね、思った、見てて、あ、本一好きねみたいな、あ、そうそうそう、結構割と見た気がする。そう、多分ね、うん、一般の人よりも強く本一見ると思う、ね、と、うん、強いよね、見る部分が。へー、いや、なんか、今何だったっけってぐらい地味すぎて、ちょっとなんかね、ベースとなるものだったよね、うん、そうだね、なんか覚えたての人にもいいよね。そうそうそう、リーチとタンヤオが来て、うん、最後にちょっと打点上げてきて守備も上がる本一で締めるみたいな、いいお手本でした。なんかさ、そんな言い方だとめちゃくちゃドリーマーっぽいんですけど、ちょっとランキング教えてもらっていいですかいきましょうか、はい、第3位、本一じゃない、ちょっと本一バカにしないで、本一いいでしょうよ。いや、でも本一って思って、うん、いや、でも本一ならやっぱ陳一かと思ったけど、陳一の方が上がれる率がやっぱりちょっと低い、枚数の関係もあるし、やっぱりね、上がりやすさは本一の方が上がりやすいから、そうでしょ、そうでしょ、ヤクヤク本一トイトイみたいなのとか結構好きだし、うんうんうん、まあ陳一は決まった時嬉しいけど、陳一のみとかなっちゃうね。だからもう一貫くっついてくれるとすごいなんか、ね、ああ頑張ったって帰るの、うんうん、こんな頑張って陳一泣いてて
えこんだけみたいになっちゃうから、あまあ本一ありかなみたいな、一緒か、一緒や、一緒だな、一緒じゃ、一緒だ。じゃあ2位いこうか。2位ね、2位はね、じゅんちゃん、アドリーマーだね。じゅんちゃんたは、うん、あのね、なんでかっていうとこれ攻め目線じゃなくて守り目線で、あの相手の待ちが分かるっていうか透ける、からやっぱり守備型としては相手の あいつの待ちはあれだみたいな、なった時に確定で絞り切れた時にやっぱ嬉しいのよね。なるほどね。そうだから自分がやるというよりは相手がやってる時にそんな仕掛けしちゃってみたいな、あなるほどね、なるほど、あの待ち配透けちゃうよみたいな、こうなんかそういうね、このやり取りが面白くて好きっていう意味なんだけど、上がるっていうよりもね。そうかそうかそうか、そういう視点なのね。そう、変な視点なの。面白いということで第1位、第1位、チャカチャカじゃん、チャカチャカじゃん、123の3色手役派だね。しかも123限定だからね。なんでなんで123なの。いやこれはあの思い出があって、その女流王家 あの決勝戦で、この123の3色を上がる局面があるんだけど、それがなんかね、普通の人では踏めない手順だったんだよね。であの高めの位置で上がるんだけど、その瞬間のね、なんかフラッシュバックみたいな、なんかこう、あこういう手順でこうしたなみたいなのがずっと残ってて、あとその当時はどこ行ってもその123の3色の話を結構されて、だからそれからね、あやっぱ好きな役は何ですかって言われた時に123の3色なので。別にそんなに好きじゃないよ。えそうなの。でもさ、2位もさ、純ちゃんともさ絡められるしね。そう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 、だからそういう兼ね合いもあるし、やっぱり思い入れがある役だから、なんか役、好きな役何って言われて本当はねあんまりないから、やっぱそういう思い入れのある役っていうのが好きな役にランキングしました。なるほど、視点がね全然違ったね。違ったね、全然面白いね。地味な方とね、そうそうそう、こう派手な方とね。分かる、だからチームワークがいいのかもしれない。確かにね、ないものを補い合ってね。そう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 、完璧です。はい、以上朝チビランキングのコーナーでした。朝チビチャレンジ、イエーイ、チャレンジ、チャレンジします。このコーナーはさまざまなお題に挑戦していくコーナーとなっていて、今回初挑戦ですね。はい、初めてやります。はい、ドキ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 。今回はなんと、なんと早口言葉。早口言葉、絶対無理だろってみんな思ってた。多分マルコ無理やろみたいな。苦手なやつじゃん。どうしたよみんな。無理だよ。いける？いや、いけると思う。気合い。いける？気合でね。ちょっと一回行ってみよっか。うん。最初練習必要だもんね。うん。じゃあちょっとね、あのディレクターの方からお題が来てますので、はい。行きましょうか。はい。じゃあ上の方からマルちゃん、まずちょっと一回練習で、行きます。行きます。はい。信長殿も信長殿ならねね殿ものねね殿じゃん。え、言えたじゃん。え、天才じゃん。え、なんでさっき言えなかったね。うん、みんな、こんなに強いみたいな。言えちゃってるじゃん。言えちゃってるじゃん。言えたら面白くないんだよ。歌も早口言葉ね。言えたね、今。言えた、ミスってなかったね。うん、じゃあもう練習っていうかさっきの本番でいいよ。いいね。うん、え、オッケー、オッケー。もう一個の方、もう一個の方、これはいける。除雪車、はい、アウトです。もう一回、もう一回、もう一回、今これ練習だ。練習、練習、これ練習ね。本番、本番ね、本番ね、いくよ。ふう、除雪車、もう言えないんだけど、除雪車、うん、除雪作業中って言いたかったの、うん、そう、そう、漢字なんですよこれ多分全部ね。やっぱ平仮名にしたらいけるよ多分。じゃあいくよ。うん、いきます。除雪車、除雪作業中。あ、言えた？え、なんか、なんか首かしげられちゃった。拍手なのか、うん、みたいな。え、ちょっとやってくださいよ。いやこれね無理なんで、多分みんなは結構この人早口だしいけるよって多分思ってると思うんだけど、うん、いけないんだよね。いけるいけるいける、ね、いける何なんだっけ。じゃあ信長からどうぞ。信長いけないんだよ、漢字だからね。ちょっといけないね。信長殿も信長、信長になっちゃった。全然言えない。信長殿も信長殿ならねね殿も、よく言えたね、まるちゃん。確かに、もう挑戦しないから、もう言えたから。もういいね、言えたからね。もう一生挑戦しないから。これ難しいわ。これ後でちょっとみんなもねやってほしい。やって、言えないよこれ、ね。やってもらおう。除雪車除雪作業中。除雪車除雪。除雪車除雪。
アナウンサーの人ってすごいね。すごいね。こんだけさ、除雪、除って言いづらいんだね。除雪車除雪作業中。あ、言えた？あ、言えた。言えたよね。言えた。言えた。いいじゃん。私誰も搾取してくれなかったよ。みんなここまで行ったんだけど。言えたね。言えた。これ難しい。難しい。し、早口言葉やることないし、自分早口だと思ってたけど、言えないもんなんだね。そうだね。意外と苦手なんだね。そうだね。ちょっと今バカにした。そう、意外とね、滑舌が悪いのかもしれないね、もしかしたら。え、でもね、普段会話してたら全然そんなの思ったことないけど。やっぱちょっと脳の問題かもしれない。いや、違う。多分慣れてないだけだし。そうだね。慣れればいけるかな。しかもこれ言ってる文章がね、意味わかんないじゃん。ね、さっきなんか文章の意味がわかんないと話せないよねとか言ってそう言い訳をずっとしてたよね。これはなんでこの言葉出てきたんだろう、ね、本当にわかんないよってなって言い訳をしたっていうね。ね。はい、そんなチャレンジでしたが、はい、いかがでしたか。言い方も言えなくなったぜひね、皆さんにも挑戦していただきたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。以上、朝チビチャレンジのコーナーでした。はい、OK です。はーい、難しい。難しいよ。これ言えないよ、結構みんな。いやでも石田あさみのマッチングハート、そろそろエンディングのお時間です。まるちゃんどうでしたか。とりあえず初めてだったんですけど、あさみさんが相方だったのでなんか普通にそう普通に楽しくおしゃべりしてた、ね、会話しちゃってるみたい。ちょっと、うん、あのみんなの目がちょっと気になるぐらいそう普通にご飯食べに行ってこう喋ってる感覚、ね、そう変わらなく楽しく喋れました、ね、だんだん声の音量も上がってって、そう笑い声もだんだん大きくなってって、ラジオで聞いてる人たちはこいつら本領出してきたなって思ってたんですけど、よかった、楽しかったね。楽しかった。じゃあそろそろ告知ですね。はい、ちょうど配信日からすると、あ、まるちゃん最初にあれはありますよ。最強戦、はい、4月9日に最強戦、うん、ね、あの予選ね、予選が女優なんだっけな、なんかね、 M リーグの女優たちの戦いみたいな、うん、そう8分の1で勝ち上がれるってやつだね。そうですそう、8分の1だから2回勝たないといけないのかな。 A 択で勝って、そうその後もう1回やって1位だと通過ってことだよね。そうで、それがね、最初の択が、岡田さんと、茅森さんと、はい、あと秋さんだった、うん、あと誰だったかで、私、あ、まるちゃん A 択か、あ、 B 択かな、あれ B 択だった気がする、違ったかな、あれ A 択かな、 A 択、うんうんとか言って B 択、 B だよね、 B、うん、そう B だったなと思ったんだけど、 A 択は残りです、うん、自分の中だけ、メンバーはそう、自分のメンバーを、はい、ごめんね、B 択ね、説明が下手くそだったよ。そのメンバーでトップを取って、あそこは2着に入るのかな、4分の2、まず2着に入って、その後は1位で、そう最強戦ファイナルに通過できるっていうのが4月9日に9日、あのアベマで生配信ですね。そうです、うん、あるのでぜひ皆さん応援してください。はい、ぜひ見てください。はい、あとね、有観富士も勝ち上がったので個人戦が4月の14日、はい、そう、4月の14日に個人戦の、うん、ベスト16が、ね、配信です。全部配信だったっけ。なんかね、全部、うん、あの各択4分の2通過っていうルールで、はいはい、順番で配信、全択ね、配信になるので、はい、また詳しいお時間とかはツイッターとかでお知らせしたいと思います。オカピーとまるちゃん両方が決勝に残ってほしいですね、はい、どっちかに取ってほしい。はい、あとは、まあ、個人的にはあと4月2日に、小笠原奈緒プロと開催しています、ナック杯っていうのをやってるんですけども、そちらがあります。気になる方はね、あのツイッターとかチェックしてみてください。はい、あとは現在放送中なのだとクイーンズリーグ、日本プロ麻雀連盟チャンネルで見れます。これ、定期的に配信されてるんですけど、あの今どこまで配信されたか分かんないけどね、2回戦と14なんかよく分かんないけど、出番がどんどんじゃあ後の方だったんで、うんうん、今ようやくちょっと出てきてるので、うん、あのよかったら見てみてください。大丈夫、あ、どうした、まだ追加でいいですか。いいよいいですか、あ、うん、すいません、ありました、あの大事な大事なの、はい、忘れてたんかい。いや、あのドリブンズ負けちゃったんですけど、ちょうどね、多分放送されてる時期は、うん、Mリーグがセミファイナル、うんうんうん、
ちょうどやってる時期なんですよね、はいはいはい、ファイナルに向けて残り6チームで 4,、うん、あの 4チームまで絞られちゃうんですけれども、うん、そのね熱い戦いもアベマで、うん、あの夜の7時からあの平日生配信で見れますので、うん、ぜひあの麻雀見てみてください。面白いので。そうね、はい、これ聞いてる麻雀をやったことない方もね、そう一度ちょっと見てみてください。はい、ぜひ面白いと思いますので皆さん見てみてください。はい、大丈夫かな。はい、はい、それでは石田あさみのマッチングハート、今日はここまでです。ここまでのお相手はおニューのメガネでやってきた丸山かな子とはい、ちょっと電車を間違えて焦って丸ちゃんに迎えに来てもらった石田あさみがお送りしましたまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。はい、OK です。